一緒に行動することになった。じゃあ出ちゃっていいのかな。階段上上がります。そしてこの扉、で出よう。あ、アシュレイ見て、どうした、面白そうな本があるよ。え、あ、これね、なんだろう、なんか派手な本があるなと思ったけど、これ見よっか。じゃ本を見ます。テーブルの上に本が置いてある。写真集のようだ。これどんな本なんだろう、見てみようかな。ん、めくる。ギルバードの不思議写真集。不思議？何が不思議なんだろう。時計台と人の大きさがね。あ、自分でめくっていく感じだ。よいしょ。ほらこの通り。へえ、新しい写真が出来上がるんだ。まだめくれる、めくれる、よいしょ。さあ、あなたも想像してみよう、あなたも想像してみよう。想像って、想像した、何を想像すればいいのか。よいしょ、湖とこれか、どうなるかな、どうなるかな。湖とこの絵だよね。あれ切れてる、ほらこの通り切れてます。あ、このページ破れてる。最後のページどんな写真になるんだろう。ダスを使えば簡単にわかるかも。あ、ダスね。戻して戻して取るじゃんさ。で取って、あー2回も取っちゃった。戻ってめくって取ります。戻るで出すね。カメラで2枚撮っちゃった。これかな、これと重ねる、これ。あ、ハートになるってことだ、ここがね。なるほどね。まあこれだけなんだけど、戻ります。戻る、やめる。変わった本だな。久しぶりに出すの重ねるを使ったよ。外に出よう。出ます。あ、なんか鳴ってる。パパはメッセージ書き込んでる。アシュレイ、今どこにいるんだい。屋根橋の先まで迎えに行くから待っていなさい。屋根橋、戻る。パパ、屋根橋の手前まで迎えに来てくれるんだ。屋根橋は確か湖畔に出て右に行けばいいってダンが言ってたね。急いで行こう。
では先に進みましょう。屋根橋どこかな。屋根橋ちょっと地図見ていい。地図あ、今ここでこっちね。了解。じゃあ右に行きます。結構向こうだね。あれダッシュしないね。この前ダッシュしたのに。あれ急に。アシュレイ、なんでこんなとこいるのこの子。エリザベス、こんなところで何をしてるの。何をしてるって。パパのコテージに行くところよ。信じられない。どういう意味。あなたまだパパのコテージに行ってなかったの。いろいろ用事があったの。ふーん、関係なくない。あなたこそこんなところに一人で何をしているの。私はここで人を待ってるの。なんで一人なんだろう。誰を待ってるの。もう聞かなくてもよくない。アシュレイ、その子誰なの。見たことない子だけど、あなたの弟。違うわ、友達よ。友達。その子が。そうよ、友達。さっき友達になったばかりだけど。いやだふふふ。エリザベス、何がおかしいの。ふーん、あなたってそんな人だったんだ。何言ってんの。そんな人って。もう聞かなくてもよくない。聞くのこれ。じゃあ聞きます。エリザベス、誰を待ってるの。親戚の子よ。いとこに同じ年の女の子がいるの。ってことはまた女の子が増えるな。その子が今日遊びに来ることになったからここまで迎えに来たの。そうなの。まるで興味ないけどな。そんな人って聞かなきゃダメ。エリザベス、そんな人ってどういう意味。キャンプ場で初めて会った汚れた男のこと、すぐに友達になるような人ってこと。汚れた男の子ですって。そんな言い方することないでしょ。あら、汚れてるから汚れてるって言っただけよ。だってその子の服あちこち泥がついて汚いんですもの。あのね、この子の服は汚れてるかもしれないけど、それはね。アシュレイ、いいよ。うん、いいよ。よくないよ。僕のことなんていいからさ、もう捨ておいて先行こうよ。早く君のパパのコテージに行こうよ。どうぞ早く行ってちょうだい。私は別にあなたたちと話すことないし。あなたに話すことはなくても私はあるわ。エリザベス。あら、何かしら。
あなたが探してる音楽プレイヤーだけど、あれ、キャンプ場の奥の廃屋にあるからね。廃屋？ちょっと、どうしてそんなところにあるのよ。廃屋の音楽プレイヤー？あれ、君のものだったの？何よ、どうして音楽プレイヤーのこと君が知ってるの？あ、そういえばカード、どうすんだ？あれ、僕が鉱山跡で見つけたんだ。拾って廃屋に持って行って、音楽を聴こうと思ったら電池がなかったの。それで投げて遊んでたら木箱の隙間に入っちゃったんだ。何ですって？きっとあれあなたのよ。どうして私のだってわかるの？だって私がパパからもらったものと同じ形だったもの。同じ形？どんな形だったの？どんな形だったか？こんな形よ。こんな形よ。そんなでかくないよね。こっちだよね。こんな形よ。こっちにしよう。こんな形よ。え？そうよ。あれきっとあなたのものよ。じゃあちゃんと教えてあげたからね。マッシュ行こう。ちょっと待って。何よ、今の話嘘でしょ。嘘？私鉱山跡なんて言ってないわ。それなのにどうしてあそこに音楽プレイヤーが落ちてたのよ。知らんがな。鉱山跡に落ちてたんだ。本当だよ。こんな子の言うこと信じられないわ。この子本当は私の音楽プレイヤー盗んだんじゃないの？違うよ。エリザベス、なんてことを言い出すの？僕は盗んだりしてないよ。ねえ君、なんていう名前なの？どこの子なの？それはやっぱりね、自分の名前も言えないような子の話信用できないわ。それはね、いろいろ事情があって。君、本当のこと言いなさいよ。そうすれば許してあげるから。何許してあげるって、どの立ち位置で言ってんのさ。取ってないよ、拾ったんだ。マシューは取ったりしてないわ。アシュレイ、あ、お父さん来たわ。パパ、アシュレイ、ここにいたのか。あんまり遅いから迎えに来たんだ。ごきげんよう、ロビンズ博士。こんにちは、エリザベス。アシュレイ、いつの間にエリザベスと友達になっていたんだ。いや、ちょっと待って。違う、友達なんかじゃない。え、
だって今3人で話していたから、てっきり3人は友達なのかと。こんな人と友達にならなくていい。こんな人だなんて。アシュレイ、なんてこと言うんだ。いいんです、ロミンズ博士。アシュレイを叱らないで。エリザベス、すまない。いつもはこんなことを言う子じゃないんだ。分かってます、ロビンズ博士。アシュレイはキャンプ場で知り合った嘘つきの男の子と友達になって、その子に騙されちゃって私のこと悪く思ってるだけなの。なんだって？いちいち真に受けないで。アシュレイが男の子に騙された、だって。アシュレイ、それは本当かい？ちょっとエリザベス、どっか行ってくんねえか。選択肢違うわ。そうよ、そうよって否定しましょう。違うわ、違うわ。違うのか？当たり前でしょ。本当かい？パパ、私の話をちゃんと聞いて。マシュは嘘つきじゃないわ。マシュ？マシュって誰なんだ？僕だよ。え、君がマシューなのか？そうよ、マシューは私の友達よ。その友達をエリザベスが疑ったの。疑う？マシュー、君はエリザベスに何か疑われるようなことをしたのかい？僕、何もしてないよ。ロビンズ博士、あの子、私の音楽プレイヤー盗んだの。なんだって？だからいちいち逆。そうなの。この子が私の音楽プレイヤーを盗んだって認めなくて。謝れが許してあげるって言ってるのに謝らないの。マシュ、本当なのかい？黙ってるってことは本当なんじゃない？マシュ、どうなんだ？どうしたんだ？黙ってちゃわからないよ。謝んなくていいよ。ね。パパ、やめて。アシュレイ、どうしてエリザベスの話だけ聞いてマシューを責めるの？マシューは何もしてないのに。パパはマシューを責めてるんじゃない。ただ彼に話を。パパっていつもそうだ。え、なんだって？人の話は聞かないし、約束は守らないし。アシュレイ、少し落ち着きなさい。やっと会えたと思ったら
すぐにいなくなるし。パパなんか最低。アシュレイ。あ、怒ったかな、これ。いい加減にしなさい。あ、怒ってんじゃないこれ。やだ。やめてよ。迷惑よ。こんなところで本気で親子喧嘩始めるなんて。お前のせいなのよ。こんなの付き合いきれないわ。やっといなくなった。アシュレイ。もうやめて。パパと喧嘩なんてしないで。でも、ああ、みんないなくなっちゃったよ。マシュー。マシュー。追っかけないの？アシュレイ。どうしよう。ちょっとお父さんも良くないね。アシュレイ。何？怒鳴ってすまなかった。謝んなくていいよ。私も言い過ぎたから。あの子といつ知り合ったんだ？バーベキューした後だよ。そうか。マシュに悪いことをしたね。うん。マシュに謝らなくちゃいけないね。それに君を一人にしてまた嫌な思いをさせてしまった。パパ。そうだ、アシュレイ。バーベキューは楽しかったかい？楽しかったか楽しくないか、選択すんの？まあね。うん。選択します。うんにします。うん。楽しかった。バーベキューなんてするの久しぶりだったけど、外で食事すると美味しかったよ。それは良かった。ジーナにはお礼を言っておくよ。ジーナは来なかったよ。ジーナ？パパ、ジーナは来なかったよ。え？なんだか食い違い。ジーナじゃなくてライアンが来たけど。ライアンが来たのか？そうよ。ジーナに休養ができたからライアンはその代わりに来たって。それで？ライアンと二人でバーベキューして、食べ終わった頃にエリザベスがやってきて、エリザベスが音楽プレイヤーなくしたからライアンに一緒に探してって言い出して、また一人になっちゃったの。そうだったのか。その後マシューと知り合って、マシューが音楽プレイヤー拾ってて、それをエリザベスに教えてあげたら、マシューが取ったって言い出して、それでエリザベスと言い争いになって、そこにパパがやってきて。そうだったのか。わかったよ、アシュレイ。
マシュに謝らないといけないね。マシュ、どこに行ったんだろう。探しておいで、アシュレイ。そしてあの子も一緒にコテージに連れてくるといいよ。わかった。それじゃあ私は先にコテージに戻って君たちを待っていることにしよう。結局戻るのか。